皆様、おはようございます。カジュアルアダプトのモーニングルーティーン。すげえ顎だな。最近ね、肥えてきたんだよな。そうそうそう。わ、二度寝ですよ。定番ですね、もアヒルが鳴いてるよ。起きて。起きて、ガクト。アヒル。寝ぼけ眼をこすりながら、不細工だな。毎回ね、目を覚ますために軽く携帯を見て頭を起こすっていう。さあ、重い足を上げてどこへ向かうのか。お、顔がでかい。急にでかいぞ。これはね、水を飲みに来たんですよ。寝起きに一杯の水を飲みたい。起きがけの水はうめえわ。うまいそうです。さあ、水を飲んだ先には洗面所ですね。グーフィーが目立つ。何をしに来たんだ？そうです、顔を洗いに来たんです。おしゃれひげ剃りを作動させて。よりってんな。僕はね、カミソリ派じゃなくて電動ひげ剃り派なんですよ。まあ楽だしね。この時は結構眠いっすね。なかなか眠気が覚めないんだよな。髪を止めて。熱いんかい。暑いんかい。声を上げながら朝の支度を続けていくんですね。でも毎朝こんな感じですね。そして化粧水。乳液。本当に朝乾燥するんで。朝だけじゃなくてもね、僕永遠に乾燥肌なんで、ずーっと乾燥してる。一人突っ込み。
ちが乳液だったわ。さっきまでのは化粧水、ここからが乳液。これはのんびりタイムですね。声を出し始めた。何を調べているのか。これは発声練習ですね。練習ってほどではないんだけどな。お、この曲はまさか。見せてあげよよ、うん、よ、うん、くそよよ、うん、低音が苦手な梶原。見せてあげよ、うん、輝く世界、プリンセス自由の花を、ほら。気持ち悪いな。目を開いて、改めて見たくない絵面。この広い世界を魔法の絨毯に身を任せ、大空。気分はカーペットの上、絨毯か。誰も僕ら引き、毎朝現場行く前は声が出づらいからね。歌わない。あ、なるほどね。女性パートね、これ。はい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 。見せてくれた素晴らしい世界を、このまま二人が素敵な世界を見つめて、あなたといつまでも。完璧だろ。完璧なのか、今ので。満足なのか。怖いわ。着替え終わりましたね。割れてんなマジ。パジャマから出かける格好に。寝癖が相変わらずひどい。よいしょ。そんな時は必殺アイテム、キャップ。もう何でもごまかせるからね。ということで、梶原学徒のモーニングルーティンもそろそろ終わりです。お付き合いいただきありがとうの前に、大
大事なの忘れてんじゃん。大事なマスク。行ってきます。行ってらっしゃい。